東京オリンピックの開幕まであと10日となり、選手村がオープンしました。ただ、感染対策のために選手は自分の競技の5日前にしか選手村に入れません。中継です。はい、こちらは選手村の宿泊棟が見える大きな交差点の前です。道路はこのようにフェンスで囲われていて、完全に封鎖されています。中には関係者以外立ち入ることはできません。 そしてこちらから中を見る限りなんですが人影はまばらでひっそりとしていますまた宿泊棟にはですねすでに国旗が掲げられているところもありますえ今日が選手村のオープンということで周辺では海外の人を乗せたバスやジャパンと書かれた服を着た人などがいる様子が見られましたただ今回はコロナ禍ということで選手らは基本的に競技の5日前からしか選手村を利用できません そのためオープンとともに選手団が大勢入ってくることはありませんまた組織委員会は入村時にパスの確認はするんですが各国競技ごとにバラバラで入ってくるため集計は行わないとしていますそのため入っている国の数や人数など内訳は把握できないということです期間中およそ1万8千人が利用する選手村は本来なら入村式が行われるなど 華やかな雰囲気になるはずでしたがひっそりとした海村となっています。